株式会社マクビープラネット代表取締役社長千葉智弘様です。千葉社長どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は上場企業の経営者の方にお話を伺います。直接私がお話を伺うことでその企業の目指している世界観やビジネスモデル、足元の業績、今後の転換について皆様と情報を共有していきたいと思います。それでは本日のゲストをご紹介したいと思います。株式会社マクビープラネット代表取締役社長千葉智弘様です。千葉社長どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉社長とはオンラインセミナーなどで、ね、ご一緒これまでしてきましたが、はい、この YouTube チャンネルにお越しいただいて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちら今大手町からお届けしておりまして、はい、前職監査法人だった時期この辺りに勤めだったんですよね。はい、そうですね、うん、久しぶりにこの辺に来たなと思って。あ、本当ですか。はい、すごい懐かしく思ってます。今渋谷ですもんね。そうです、ちょっと遠いですよね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではマクビープラネットについて簡単にちょっと確認したいんですけれども、御社は、データ活用をしたマーケティング分析のサービスで今急成長を遂げられていますよね。はい、成果報酬型のマーケティングの、リーディングカンパニーだとも言われています。で、千葉社長は、2021年にもともとマクビの CFO であった、はい、ところから CEO に就任されたということで、はい、最近就任されたばかりなんですよね。そうですね、はい、就任して5、6ヶ月ぐらい。そうですよね。まだまだ新米の、はい、社長なんですが、よろしくお願いします。でもとはいえ IPO の前から会社を支えてらっしゃるんですよね。はい、でしかもネットの記事で拝見しましたけれども、千葉社長が入ってから急速に成長し IPO を達成したというような記事を拝見しましたので、はい、そのあたりの手腕についてちょっと今日は詳しくお話を伺えたらと思っております。はいはい、ではまず千葉社長のお人柄についてもちょっと迫っていきたいんですけれども、CFO の能力を持ちながら CEO に就任されたということで、もともと公認会計士だったんですか。はい、幼少期はどんな少年だったんですか。そうですね、私1986年生まれで、もともと宮城県の古川っていう場所で生まれていて、で本当かなり田舎者というか、はい、全然こう宮城から出ようともあんまり思ってなかった少年時代で、本当高校卒業する時もあんまりなんか東京に出てきたくないなっていうのを思ってたところはありました。なんで宮城で本当会社を起こそうとか、宮城をどういうふうに良くすればこう良くできるのかっていうのを考えていたのが本当幼少期というか、学生時代だったかなと思います。かなり熱い思いをお持ちだったんですね。そうですね、あんまりなんか世界を広く見てたっていうよりかは、自分の身の回りでこういうものがあったらいいなとか、こういう世界が描けたらいいなとか、本当そういうのを思ってた、学生時代だったかなとは思います。じゃあもともとやっぱりその起業家的なマインドが終わりだったんですね。そうですね、ただなかなか自分は起業家の器ではないなと思っていて。そうなんですか。はい、ただ武器を持ってやっていけば、はいはい、もしかしたら自分も、経営者にはたどり着くかなというふうに思っていて、その武器が、公認会計士っていう、わあすごい、なんで公認会計士を目指した、そんな感じかなと思ってます。なるほどね。で学生時代に公認会計士になられたというか、はい、合格されたんですよね。はい、その後どういうふうな経歴だったんですか。はい、2010年にあずさ監査法人という監査法人に入所して、はい、約8年半ほど監査の仕事をしてきたっていう、はい、そんな感じですね。うん、その時はもう東京に出てこられていたんですね。はい、そうですね、大学から東京には出ていて、でそれ以降本当監査法人も、東京で、本当今いる場所のすごい近くで、はい、あずさ監査法人で仕事をさせてもらっていたっていう感じです。その時は、もう大手監査法人ですので、どちらかというと IPO される企業を監査するとか、はい、そういうお仕事ですか。はい、監査法人に入所したタイミングで
IPO 部署にどうしても入りたくて配属してもらったんですけど、当時って本当 IPO 氷河期というか、年間でも20社30社ぐらいしか上場できないような、少ないですね。今だと本当100社超えるぐらいなんで、全然環境違う中で仕事をしていて、なんで IPO 部署に入ったけれども全然 IPO に関われずっていうのが本当最初の本当数年間ぐらいですかね。でそれ以降は本当大手の会社、まあ、上場会社の本当監査やったりとか、はい、あとは IPO のコンサルやったりとか、デューデリやったりとか、多方面で会計士のスキルを上げるっていうのはなんかできたのかなと思いますが、まあ、でもそのまあ IPO とか大企業のまあ監査をされているがゆえに、どういう企業が成長するかというのもまあ知り尽くされていったということですよね、はい、でそのまあノウハウを持ってマクビに転職されたということなんですか。そうですね、なぜその監査法人から、しかもその当時マクビーさんまだ上場されてないですね、上場前のベンチャー企業に転職するって、まあ、ちょっと異例かと思うんですけど、はい、どんなマインドだったんですか。当時のマインドは本当こう IPO を目指す会社っていうのが結構資金調達もしてる会社結構多くなってきていて、でそういう会社の CFO さんたちってみんな投資銀行出身とか、コンサル出身とか、なんかそういうバックグラウンドを持った人たちが非常に多くなってきてたタイミングかなとも思っていて、じゃあ自分のバリューってどういうところで発揮できるのかなって思った時に、あれもしかしたら調達していない会社なんで、僕が見てたのって資本金が1億円を下回るような会社で、株のほとんどを経営陣が持っていて、なんでそのなかなか外部の目が行き届いてないような会社だと、こう組織の中がまだまだ未成熟でちょっと混沌としてるというか、まだまだ成長余力がある会社なんじゃないかなと思って、その中で圧倒的に売上であったりとか利益を出してる会社っていうのを見てました。いやでも今聞いただけでも、まあ資本力がまずはまだないから、これからいろいろ資金調達しないといけない、既存というかまあ創業者の方の株主の比率が多い、ここ砕かないといけないじゃないですか、はい、考えただけで大変だなとか思っちゃうんですけど、はい、そこにねチャレンジされたってことですよね、はい、いやすごいですね。で、まあ、圧倒的な売り上げがあるので、これは自分 の、まあ手腕を生かせるというふうなことでマクビーさんだったんですね。そうです。実際どうですか、IPO 前のマクビーさんに入られた当時はどんな状態でしたか。いやもう先ほどお伝えした通りで、なんか混沌としてるというか成長前のカオス感というか、2015年にマクビーさん創業されてて、はい、2018年なのでまだ3年目の時ですよね、はい、それは混沌としてますね。はい、で2015年に創業してかなり少ない人数でずっとやってきてた部分があって、で2017年の後半から2018年にかけて IPO をしっかり目指した組織を作っていこうっていう形で入ったのが私もそうですし、こう2018年ぐらいに入ったメンバーっていう形なんで、こう創業からいた、ないしは創業間もない頃からいたメンバーと新たに入ってきた第二世代といいますかが、ちょうどこう両方がこう会社の中にいて、それが またちょっと混沌としてるというか、なるほど、はい、そんな状況だったのは記憶してます。なるほどね、まあまあ素晴らしいサービスをもともとお持ちで、さらにスケールするためにはいろいろこう、まあ経営陣とか、まあ部長クラスの方といろんな方 の、まあ人材投入がいりますよね、はい、それがまあ入ってきて強固になって、それをまとめた上で IPO されたっていうことなんですよね、はい、とても大変です ね。そのあたり、まあどんなご苦労というかどんな思いで、まあ、上場まで達成されたんですか。そうですね、本当もう上場をミッションに私入社してるんで、絶対に上場させないといけないっていう使命感というか、がまず第一にあったかなと思ってます、で、こう上場に向けてそのみんなが上場という一つの目標に向かって一つになってるっていう姿が、あったので、これを自分が外しちゃいけないな、俺が外しちゃいけないなっていうのがすごいあったので、絶対に達成させないといけないものとして、上場は見てたっていう感じですね。すごいプレッシャーですね。
で、まあ、上場されて、しばらく経ったわけですが、まあ、今ね CEO に就任されたということで、さらにね、はい、この先、まあ、マクビープラネットを、まあ、牽引していかれるということなんですが、はい、まあ、そんな千葉社長の、好きな経営者とかっていらっしゃるんですか？そうですね、尊敬する方すごいいるんですけど、そこを目指してこう進んでいったとしても、うん、その方を超えないなとか、あ、なるほどね、やっぱり思ってしまうところがあるんで、あんまりなんかこう明確にこの人を尊敬しますとか、うん、この人が大好きでっていうのをあまり出してないっていうのが正直であります。なるほどね、自分の道を行かれるということですね、はい、一方、まあ、好きな書籍も、まあ、この YouTube ではお伺いしてるんですけど、 あったら教えていただけますか？はい、これも特にないっていうのが、そうなんですね、はい、財務諸表を見るのが好きというか会計士ですので、むしろ、はい、他社さんの成長可能性資料とか、IR 資料見てるの楽しいっていうのありますけど、そうなんですね、はい、ああいったところで、まあ、学びもありますよね、はい、わかりました、ありがとうございます。では千葉体制に、ね、移行されましたので、この後詳しい、まあ、深掘りもしていきたいと思いますが、まずは御社の事業内容を、ね、皆様にお伝えしていきたいと思います。マクビープラネットさんの事業内容を理解する上で LTV ライフタイムバリューという考え方があるんですが、これはどういったものなんでしょうか？はい、LTV に関しては今おっしゃっていただいた通り、うん、ライフタイムバリューの略語で、顧客の生涯価値のことを指しています、で、なかなかこの LTV に関しては事前に把握して、でマーケティング施策を打つっていうのがなかなかこう取れない、LTV って本当5年先10年先を、5年10年を見てじゃないとなかなかわからないと言われているものを、我々はテクノロジーの力を活用して、それを事前に把握した上でマーケティング支援をしていこう、そんなことを考えています。すごいですね、今の時点でだいたい例えば私がどれぐらい使うかとかいうことが予測できるんですね。はい、それがまあアナリティクスの力というか。そうです、そうなんですね、ありがとうございます、はい、でさらに御社の内容を、まあ、全体感を、まあ、理解するべく数字でちょっと確認していたみたいんですが、終わった期ですね、21年の4月期の決算を見てみると、はい、売上高が、まあ、97億7000万円、営業利益が7億8000万円なんですが、セグメントを見てみると、この売上高に占める割合 97% がアナリティクスコンサルティング事業で、はい、マーケティングテクノロジー事業が売上高に占める割合は 3% なんですが、はい、このマーケティングテクノロジー事業が売上高に占めるこの営業利益率が 42% と かなりこう逆転しているというか、高い利益率なんですよね、はいはい、この図は構造をちょっと理解しておかないといけないですよね。はい、でそれぞれちょっと御社のこのアナリティクスコンサルティング事業とマーケティングテクノロジー事業、それぞれちょっと詳しく伺いたいんですが、まずはアナリティクスコンサルティング事業からよろしくお願いします。はい、はい、アナリティクスコンサルティング事業に関しては、はい、データを解析して算出した LTV 予測をもとに成果報酬型で、サービス展開を行っているっていう形になってます、はい、でより分かりやすく、ご説明をしていくと、はい、我々立ち位置はウェブの、広告代理店と同じ立ち位置で、うん、クライアントさんそしてメディアの間に、うん、我々立つ形 で、はい、でデータを我々一元管理してどのメディアに出せば成果が最大化するのかであったりとか、どのメディアに出せば LTV が最大化していくのか、そんなのを、測る事業として位置づけております。なるほど、じゃあ企業とこのメディアのどこが相性がいいのかっていうのが、はい、マクビーさんのサービスを使えば分かると。はい、ここが、ま、集客に関わってくる入り口のところのサービスなんですか？はい、そうです。でここにはコンサルタントがいらっしゃる人材がかなり投入されているという認識でいいですか？はい、そうです。なるほどなるほど、本当に、うん、LTV マーケティングを支えているのは、まあ、テクノロジーもそうなんですけども、うん、コンサルタントたちが、このアナリティクスコンサルティング事業を支えておりまして、はい、ハニカムという自社プロダクトで LTV 予測ができて、うん、
ただその LTV 予測をもとにクライアントさんに対してどういう施策をこの後打っていけば LTV が最大化していくのかっていうのを説明して一緒に施策を打ちながら並走していく、そんなことをやってるのが、コンサルタントになっております。なるほど。なんかマーケティングというとなんか全てこう自動で動いているように思いますが、御社のこの一番集客のところは顧客の企業様と一緒に寄り添うコンサルタントがいらっしゃる、はい、だから利益率がまあ低いんだけれども非常に大事な部分だということなんですよね、はい、じゃあそこから次のステージに進むとマーケティングテクノロジー分野に入ってくるんですかね、はいはい、ここも教えてください。はい、こちらに関しては、3つほど、事業を行っていまして、1つ目がウェブホスピタリティツールのロビーを、提供しております、はい、これどういう事業なのかっていう話すると、ウェブ上での接客を、行っている事業でして、具体的に言うとランディングページであったりとかウェブサイト上でポップアップであったりとかあとチャットボットのような形で買おうか買わないか悩んでいるような、潜在顧客に対して最後の一押しを、よりサービスであったりとかあと商品の良さを伝えることによって、訴求していくっていうのをやっています。それって自然にこう出てくるんですか、ポップアップがどうしたのとか、はい、なんかどんな感じなんですか。本当に、その後こう過去の、まあ、実績もそうなんですけど、こういう、ウェブ上での行動を取ってる方だったら買ってくれるであろうっていう見込みもあるので、そういう方に対してポップアップを出したりとか。なるほど、はい、買い物かごに入れたままの方にちょっと促してみるみたいな、はい、あとウェブサイト上を何秒でどれくらい動いてるのかであったりとか。そんなことまで分かるんですか。なるほど、滞在率みたいなのも把握して、はい、興味がありそうな方にちょっとアプローチするみたいな、はい、でも自動でやってくれるんですか。これも自動で、はい、やっております。そうなんですね。じゃあこれが、まあまずは集客してきたお客様を、まあ、潜在化していくというか、はい、本当の顧客にしていくというプロセスですね、はい、うん、これが一つ目と、はい、分かりました。はい、その他は、はいはい、で2つ目のサービスなんですが、解約抑止のチャットボットのスマッシュっていうサービスを提供しております。でこちらは、子会社にもしていて、はい、子会社の名前も同じくスマッシュっていうサービスなんですが、既存ユーザーの解約っていうのをチャットボットを使って抑止していくっていう。じゃあ、まあ、ちょっとこの購入をやめようかなと思った方にまたコミュニケーションを取るという。はいですね、はい、そうか。じゃあ購入を促すチャットボットと解約を抑止するチャットボットでは、はい、やっぱりノウハウも違うしデータも違うということなので、はい、サービスが異なっているということ。はい、そうです。なるほどね。で実際にそのユーザーさんもそうなんですが我々が提供する、クライアントさんも、異なっていて新規の獲得の部分ってまだまだ伸び盛りの会社、はいを対象にすることも、多くございまして一方で解約に目がいっている会社さんってどちらかというと成熟しているサービスの中で、新規の獲得よりも既存のユーザーさんをさらに大事にしていった方が売上も利益もそしてサービスの品質も保てるような会社さんが多いのでターゲットも違うっていう。確かにそうですね。でもまあこちらの方で成長企業をずっとお客様にしているといずれこの成熟した企業になるのでいずれまたここにいらっしゃるという、はい、そういうことなんですね。そうです。あ、なるほど、分かりました。で3つ目はどうでしょうか。はい、3つ目なんですけれども昨年、8月に、グループインしているアルファの 3D アドというサービスになります。はい、 3D アド、はい、はい、3D のクリエイティブと AI 技術を使って、広告配信を行う事業、うん、DSP っていう、うん、事業を行っている会社になってます。ちょっと難しいです、はい、3D で、広告が出てくる 3D の、クリエイティブが配信されていくっていう感じなんですが、
まあ、具体的なサービスを見た方がより分かりやすいかなと思います。なるほどなるほど。どっちかというとちょっと立体的な形 の、まあ、あのお知らせみたいなものが出てくるっていうイメージなんで。あ、そうです、うん、分かりました、ありがとうございます。このあたりで、まあ、集客から、顧客を潜在化して本当のお客様にしていく、はい、さらに購入を促し解約を防止する、さらにはお客様の深掘りをするために、まあ、3D 広告みたいなものがあると、はい、まさに一気通貫されてる、はい、まあ、すごいな、わかりました、ありがとうございます。ではちょっと詳しい、さらに深掘りしていきたいんですけれども、あのこのマーケティングに今必要なデータってさまざまあるかと思うんですが、これはどういうふうに収集されてるんでしょうか。そうですね、さまざま取得しているんですけれども、一つ目あるのがウェブ上から取得できる、ファーストパーティーのデータ、はい、本当流入元のデータであったりとか、あとは広告の反応のデータで、それ以外に、まあ、アプリのデータとかクリエイティブのデータ、そんなのは、ウェブ上から、取得しています、はい、でそれ以外だとサードパーティーのデータだと、まあ、サードパーティーデータって例えば天候情報であったりとか、うん、場所の情報、でそれ以外に、まあ、オーディエンスデータのようなものも、取得していて、これは、外部から、収集をしているっていう形になってます、なるほど。このあたりというものはその他のこういうマーケティング企業の方々と御社のこの収集の違いとかあるんですか。はい、他の会社さんも、情報収集もちろん行っているんですけれども、まあ、この後ご説明させていただく、顧客に蓄積されているデータ、ファーストパーティーデータなども、例えば購買のデータであったりとか、何回買ってるかとか、顧客属性男性女性であったりとか、何歳であるとか、そういう情報と掛け合わせていくことによって、情報データそれぞれは特筆していなくても掛け合わせることによって何が LTV に寄与しているのか、それが分かるような。なるほどなるほど、はい、そうか。じゃあ世の中に溢れているデータは、まあ、同じだけれども、はい、それを集めてきたときにどう付加価値をつけて、まあ、提供できるかっていうのが御社の強み、はい、この掛け算、データとデータの掛け算が、はい、まあ、他には他社が真似できないような、はい、まあ、ノウハウを持ちだということなんです、はい、そうです。これってやっぱり人材の能力によるんですか、それともなんかシステムを開発したことによるんですか、どっちになってくるんですか。両方なんですけれども、まあ、創業者である小島の思いが、本当は一番大事で、はい、お客さんクライアントの売り上げに直結するマーケティングを志向して、マクビープラネット自体は創業しています、はい、なのでどうやったらお客さんの商品サービスが売れるのかっていう観点で、やってきている部分があるので、うん、LTV の考え方も全く一緒で、まあ、クライアントの LTV が最大化するためにどうすればいいのか、これまあシステム開発の領域もあれば人材要件の部分もありますし。なるほどなるほど、はい、あ、そうか、そういうことなんですね、はい、で今創業 の、 あの思いのお話がありましたけど、世の中で広告をバンと打ったとしても、果たしてそれがその企業にとって効果があったかどうかが分からない世の中が多い中で、はい、御社はしっかりとこの広告を出せばしっかりとこう売り上げにつながったよっていう、この直結見える化ですかね、はい、広告を出したことの見える化を、まあ、されたのが御社だっていうことなんですね、はい、おっしゃる通りです。そこが、まあ、マクビプラネットさんの、まあ、思いというか創業なんですね。はい、分かりました、ありがとうございます。では、経営体制の強化のお話に入っていきたいと思います、はい、で昨年に発表されましたこの経営体制の強化のお話なんですが、あの千葉体制に移行してから非常に決算も絶好調ですし、はい、今期の見通しも売上利益ともに過去最高ですよね、はい、なのでもともと非常に成長力が高い企業だったんですが、さらにここがまあ強まっているというふうに私自身認識しているんですが、はい、このまあグループ経営に移行された狙いを教えていただいてもよろしいですか。はい、そうですね、マクビープラネット2015年に創業してから、マクビープラネット事業といいますか、マクビープラネット単独で、これまで成長してきました、はい、一方で昨年に関しては、3月にスマッシュっていう会社を設立して、8月にはアルファっていう会社を、グループインさせて、だんだんサービスも多角化しているっていうのもありますし、
あとはまあ、小島と私の部分で、まあ、適材適所といいますか、小島は間違いなくその LTV マーケティングの、まあ、申し子という表現が適切なのか分からないですけど、フロント部門で活躍することが間違いなく、彼のパフォーマンスを高めるっていうのもありますし、一方で私はグループ系側といいますか、裏方側というのかをやっていって、このバランスを、まあ、維持しながらそれぞれの長所を生かしていくというのが、まあ、一番大事であろうというのを思って、グループ経営体制への移行っていうのをやってる。なるほどね、はい、そうか、まあ、LTV への思いが強いし、ノウハウもたくさんお持ちである小島元社長が、はい、実際に今マーケティングのところをさらに強化されていますし、はい、まあ、千葉社長はもともと監査法人にもいらっしゃいましたので、全体を見る力と、あと、まあ、資金を調達する能力とかさまざまございますもんね、はい、今の体制が本当に御社にとっては適材適所かもしれませんね、はい、素晴らしいですね。実際、まあ、移行してからまだ日にち経っていませんが、どうですか経ってみて。そうですね、バランスよく、会社運営はできてんじゃないかなとは思っています。忙しさとかどうですか。いろいろまた、ね、業務が変わったかと思いますが、はい、忙しさはあんまり変わってないかな。もともとお忙しいですもんね、は思いますが、ただ、まあ、楽しくではないですけど、有意義な日々は過ごせてるかなというふうに思ってます。まあ、もうそちらもね、業績などにも表れてますね、強さがね。分かりました。では実際 の、まあ、業績の内容にも入っていきたいと思います。まあ、この収録の後に、まあ、通期の決算が出ますので、今の段階の第3四半期の業績についてちょっと確認させてください。22年4月期第3四半期の売上高が107億9500万円、営業利益が8億9100万円というふうになっていますね。非常に、まあ、好業績というか堅調な、ね、業績が続いていますが、これはどういった背景が考えられますでしょうか。アナリティクスコンサルティング事業とマーケティングテクノロジー事業、それぞれで要因って異なるんですが、アナリティクスコンサルティング事業に関しては証券業界がまず、好調に推移できたこと。金融ですよね。はい、まあ、特定のクライアントさんで、まあ、特需が発生したりとかもございましたけれども、ここが好調に推移したっていうのが一番大きいかなというふうに思ってます。まあ、コロナで非常に、まあ、投資をされる方も増えましたしね、はい、ここは特需というお言葉を使ってらっしゃいますけれども、一時的という認識がしばらくこういったものが続きそうで、どういった認識を持ったらよろしいでしょうか。はい、これ第一四半期のタイミングで、十数億ぐらいこれまで、はい、売り上げてきた部分からアップサイドが発生してるんで特需って言わせてもらってるんですけども、まあ、大体、四半期ベースで、まあ、10億円前後ぐらいの取引っていうのはその後も継続してるんで、そのアップサイドがあったよっていうのだけご認識いただくぐらいで、それ以外はもう本当10億円ぐらいのスピードというか、金額感で推移してるかなと思ってます。分かりました、はい、じゃあマーケティングテクノロジーですかねの分野はまた違うんですかね、要因が。はい、はい、そうですね、マーケティングテクノロジーに関してはこれも何個か要因あるんですけれども、一番主力であるロビーが自力で、さらなる成長を遂げたことが一番大きい理由にあります。自力で、はい、もともとその自力でって言ってるのが、ロビーに関してはそのプロダクト単独でサービスをしてもしっかり収益稼げるっていう仕組みにもともとしてあるんですけども、それだけだとなかなか他社サービスを差別化図れなかったっていうのがまずあったんですが、既存のクライアントさん、アナリティクスコンサルティング事業のお客さんに対してプラスアルファでロビーを提案するっていう形に、なんでクロスセルのやり方をやっていったんですよね。それがうまくはまっていて、それでロビーでもこう自力で売上利益がかなりこう積み増せてるというかプラスになってるかなと思ってます。じゃあこのクロスセルの取り組みが、まあ、より今強まっているので、これはまあ続きそうですよね。はい、分かりました。ではですね、6月13日ですかね、6月13日に通期の決算が発表されますので、はい、そちらは皆様ぜひご確認いただければなと思います。はい、
ではですね、中期経営計画が発表されていますので、こちらの内容について深掘りしていきたいと思います。まず数字面の確認なんですが、24年に売上高220億円、そして営業利益22億円を目標とされていますが、今回この発表されました中期経営計画のこの位置づけというものはどういった位置づけだったんでしょうか。この中期経営計画なんですが、私が代表交代するこのタイミングに合わせて出させてもらっていて、マクビープラネットが向こう、3年間どういうふうにアクションを起こしていくのか、それを指し示す、道しるべみたいなものとして位置づけてます。わかりました、ありがとうございます。で、実際に、具体的に、どういうふうな戦略を行っていくかということをお示しされてますが、まずは一つ目ですかね、 LTV 向上のさらなる発展にはどういうふうな取り組みがあるんでしょうか。もともと我々、新規のユーザーの獲得をやっていたっていうのと、先ほどもお伝えしたウェブホスピタリティツールのロビーが、顧客を転換する、見込み顧客をしっかりお客さんに転換するっていうサービスを行ってきています、はい、で加えて、スマッシュというサービスで、解約率を、低下させるっていうコミュニケーションを行ってます、で我々やってるのが新規の集客で、ウェブ上での接客、そして解約という形になってます、この間の部分ですね、例えば申し込み契約済んでから使用して継続して、あとは休んだりとか、休眠したりとか、その間の部分って我々が取り組めていなかった、領域だったりもして、なんでシンプルに言うと CRM の領域などを、強化することによって、LTV マーケティングの一気通貫提供というのを、実現しようと思っています。なるほど。これまでは、顧客を集めてきて促して、解約防止の、3点はやっていたと。でもその3点の間にもっと細かい顧客との接点があるだろうと、そこを細かく対応していくというのがこの中期経営計画の策なんですね、そうなるとやっぱりその点その点で、深掘りができて、お客様からの、費用がいただけるというか、 LTV が上がっていくというふうな、そういったことになるんですね。はい、そうです。ここはまだまだやるべきことがたくさんあるということなんですね。そうですね、結構3年で本当に実現できるのかっていうのがあって、やっぱり LTV っていうキーワードもとにマーケティング支援ずっとやってきてますけど、深掘れば深掘るほど奥やっぱ深いなって。そうですよね、休眠の方が何で起きてくれるのかとかって、多分それもノウハウですよね、メールなのか LINE なのかはがきなのか、なんかいろいろあるかと思いますが、それが分からないですもんね、そのあたりを、これからいろいろされてノウハウが溜まっていくということなんですね、分かりました。そして2つ目、データ分析とコンサルティングの AI 化ということも挙げられていますが、ここはどういった意味合いなんでしょうか。はい、そうですね、ここに関しては、何個かポイントあるんですけど、シンプルに言うと労働生産性を高めること、そしてクライアントニーズをしっかり捉えたコンサルティングを行うことっていうのがすごい大事だなと思っていて、労働生産性を高めるために、本当ナレッジ、マクビープラネットにこれまで蓄積されてきたナレッジっていうのを型化しましょうってあったりとか、 AI によるコンサルティングの精度を高める、レコメンドがしっかりできるようにするとか、施策のレコメンドができるようにするとか、そういうことを実現することによって、コンサルタントを新たに迎え入れる、採用した時に即戦力化が実現できたりとか、あとはサービスをさらに拡大していく中で、やっぱり人員の増強って非常に大事になってくるんで、それを支えるための成長ドライバーにしていこう、そんなことを思ってます。コンサルティング、人材をより教育していくために社内でナレッジをシェアしていくというところと、この AI 化っていうのは、ここはコンサルタントという属人的なものではなく、AI 化していくっていう考え方でいいんですか。そうではない、これまで属人化してきた、どういうふうに打てば、その LTV が高まるみたいな部分を、ノウハウの部分をエンジニアサイドにしっかり伝えて、こういう要素が LTV に寄与するっていうのを AI で施策のレコメンドができるようにする、それをもとにコンサルタントが情報を受け取って、だったら今回はこの施策を打とうであったりとか、
なんで AI に置き換わるのはそれぞれのその属人化してた部分で、あくまでそれに基づいたあの施策実行は人が行う。あ、分かりました。じゃあどういうこの、まあ、コンサルタントが、提案する内容の、まあ、基盤となる情報分析が AI 化されるので、より質が上がっていって、で質の良い提案がコンサルティングができるという、はい、そこをされているということなんですね。はい、そうです。あ、分かりました。ありがとうございます。そして3つ目が、他業種への展開加速。このあたりはM&A なんかも関係してくるんですかね。まずはここをちょっとお話しいただければなと思います。はい、ポイント2つですね。あの業界接点の強化と、まあ、人員強化っていうのがポイントになっていて、業界接点の強化なんですけど、あの今って本当美容業界、金融業界が我々のこう強い業界になってます、ただこの LTV マーケティングの考え方ってそれ以外の業界にも間違いなく通用するその考え方になっているので、じゃあ他の業界を強めていこうと思った時に、ただ過去の我々のこうノウハウであったりとか我々がこう開拓してきたやり方だとなかなか難しかったりもするので、だったらここに関してはあの顧客接点を有している企業とのアライアンスを強化しようであったりとか、そういうことを考えてます。なるほど。そうなると、証券とか今コスメ、エステとかありますが、そこから保険、まあ、このあたりも金融ですよね、はい、さらにヘルスケア、食品、コールセンターって、このあたりがまあ接点がある、面があるっていう感じですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。そして M&A ですよね。ここについてもちょっと伺ってもよろしいでしょうか。M&A に関しては、3ステップぐらいあるかなっていうふうに思っていて、まずは他業種への展開加速、さっきのアライアンスの話と、はい、あの一緒なんですけど、他業種にあのしっかり進んでいる会社を M&A するとか、あとはコンサルチームを増強するであったりとか、これが、我々の M&A の第一歩というふうに思っています。あくまで売上利益を作ろうというよりかは、この M&A が成功した後にマクビープラネットの事業がさらに強固になって、結果として売上利益を伸ばしていこう、そんな考え方を持ってます。なるほど、分かりました。でステップ2なんですけど、データ技術を活用した新たな LTV 領域シェア拡大っていうことで、横展開というのか、今やってる事業の中で足りてないパーツっていうのを、増強するために、こう足りないものがあれば補っていく、そんなことを考えてます。はい、分かりました。そして3つ目のステップですね。はい、で3つ目は LTV マーケティングの一気通貫提供ということで、先ほどもお話していた新規の獲得、そしてウェブ上での接客の部分、解約の部分っていうのが僕たちが今やってきている部分、でも間って結構大きくて、これを自力で全部埋めるのってやっぱりなかなか難しいよねっていうのが、そうですね、はい、あるので、じゃあ自力でできないものに関しては、まあ、M&A もそうですし、提携もあのやりながらやっていければいいなというふうに思ってます。よりまあ細かにこうまあ顧客との接点を持って LTV を上げていくという、こういったものがまあ基本的に御社のもう考えていらっしゃる世界観の中、これを達成するために M&A があるというふうに考えると分かりやすいですね。はい、そうです。はい、分かりました。ではですね、あのここまでのお話をいただきまして、改めましてこの、まあ、マクビープラネットさんがまあ目指している世界観について教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、マクビープラネットとして今描いているこう世界っていうのが、はい、言葉で言うと LTV マーケティング の、あの実現っていう形になるんですけど、はい、その広告ってやっぱりこううざいとかあの、ね、なんでこんなに出てくるんだろうとかってあるんですけど、うんうん、しっかりその欲しい人であったりとか、あのもしくは潜在的にあの欲しいと思ってるような人、うん、なんで顕在化してる欲しい人で、まあ、潜在的に思ってる欲しい人にしっかりその情報を渡すけれども、じゃあその情報を欲してない人には情報を出さないようなサービス、マーケティングっていうのが実現できればいいなというふうに思ってます。それって本当に親切な、まあ、広告ですよね、はい、ですし企業のブランドイメージも実はそれは毀損しないんですね。その必要ないところに出さないことはブランドも毀損しないし、うん、はい、
企業さんのコストも削減できるというかね、必要ないところに出す必要はないもんないですもんね、はい、そのあたりをまあマクビープラネットさんが実現されていくということですね、はい、最後にこちらのチャンネル、たくさんの個人投資家の方々がご覧いただいてますので、ぜひメッセージよろしくお願いします。はい、昨年の12月に代表に就任して、皆さんに不安を持たせてしまったりとか、さまざまな憶測を一度呼んでしまったかなというふうにも思っておりますが、ただ我々がこう目指す世界であったりとか、あと事業展開に関しては一貫していて、あくまで我々そう小島であったりとか私もそうなんですが、あくまで役割が変わっただけで、目指している方向であったりとか、まあ、全く変わってないので、引き続きマクビープラネット事業を伸ばしていこうと思ってるんで、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。千葉社長率いる新体制のマクビープラネットですが、業績もより一層拡大傾向ですので、今後の動向にぜひ注目してみてください。本日の動画についての感想やご意見については、概要欄のアンケートの URL よりご回答よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。